お金さえ突っ込めばなんとかなるよねというのが僕は間違いだと思ってます。最終的にはその価値があるものを作って外国の人がそれを買いたいと思ってくれない限り為替が安くなっちゃうんですよ。国会を見ていると不思議です。未だに新しい資本主義の政策は理解できません。資源の最適分配の失敗は市場の失敗ですが、現状は政府の失敗が要因ではないですか。政府は需要と供給の政策を混同しているのでは。短期的に国債で減税補助金で内需を喚起しデフレギャップを埋め、中長期的には企業の R&D 投資や人的資本投資、それを支援する公的資本投資を行い成長率を上昇し、安定して増税による国債償還と国内外で重要される製品開発で政府依存を脱却するしかないのでしょうか。まあなんか30兆円とか20兆円ぐらいのデフレギャップがあるって言われてるんですけど、ただ国債買いまくりだったり、日銀とかが株買いまくりだったり、年金の買いまくりだったりで、年間6兆円ぐらい日銀が株式市場に金突っ込んでるんですよね。で、年金も同じぐらい突っ込んでるので、なのでアベノミクスが始まってから多分合計したら30兆円ぐらいも株式市場に突っ込んでると思うんですよ。なのでデフレギャップを埋めるためには30兆円ぐらい突っ込めっていうのはもう結構突っ込んじゃってるんですよね。なのでお金さえ突っ込めばなんとかなるよねというのが僕は間違いだと思ってます。ではそのデフレギャップがあるんだからお金突っ込めばデフレが終わってインフレになるんじゃないかっていうのは一元的には正しいんですけど、最終的にはその価値があるものを作って外国の人がそれを買いたいと思ってくれない限り為替が安くなっちゃうんですよ。要はその日本政府がバンバンお金作りましたって言って、でもその外国人が別に日本に買いたいものないよっていうと、じゃあ円安がどんどん進んでしまって、じゃあ石油買いますとか外国から原材料を仕入れますって時に高くなっちゃうんですよ。なので結果として景気が良くならないっていう今の日本の状況になるんですよ。お金さえ突っ込めば良くなるよねっていう、そんな簡単な話ではないんじゃないかなっていうのを僕は結構前から言ってるんですけど、ようやく今の日本の状況を見てお金突っ込んだだけじゃダメなんだねって分かる人も増えてきたので、多分そのきちんと価値のあるものを企業が作れるような状況をしなきゃいけないよね、そこまでその戻らなきゃいけないよねっていう風に理解されるのはあと3年か4年ぐらい後なのかなと思ってます。以前リハックで岸田さんと会談してましたが、政策や対応などを見て総理前と総理後で岸田さんと一緒などが変わったことはありますか。なんだっけ、なんだっけ、すごいそのなんか八方美人だなという感じはしたんですけど、そういう意味で総理になってもそこら辺は変わってなくて、結局その何もしないことで人に嫌われないっていう、でそのどうしたら嫌われないで支持率が上がるかっていうのを安倍さんの時代とか菅さんの時代を見てきたので、支持率が上がるためのことはやるんですけど、それ以外のことは一切しない。要はその何かを選択するという行為って敵を作る行為であることが多いんですよね。100% みんなが同意してることってあんまりなくて、でそれってまあ当然他の政権もやってるので、例えばじゃあその中学校までの義務教育はただのがいいよねって、まあ当然すぎることなので、すでに日本ではそれってもう中学の義務教育がただになってるじゃないですか、ただ当然ね。っていうのでみんながみんな同意するものっていうのはもうシステムになってるんですよ。でシステムになってもないもの、例えば私立の高校を無償にするべきかどうかっていうと、じゃあめちゃめちゃ高い私立大学とかで授業料2000万円とかいうのも無償ってなると、なんかそこにじゃあその授業料2000万円を国が税金としてあるのはおかしくねみたいになったりするので反対する人が出てくるんですよ。なんで基本的にシステムになってないものっていうのは反対する人がいたら反対する理由があったりするんですよね。なのでじゃあそれをやった場合に敵を作ることになるんですよ。例えばじゃあ原発を稼働するべきかどうか、でなんか今年の夏はなんかなるべくみんなクーラーをつけないように暑い中でも我慢しましょうみたいなこと言ってるんですけど、あれってじゃあもう原発使えばいいじゃんっていう派閥もいるわけですよ。要は電気使えるようにするんだったら原発新しく作るのはコストがかかるけど、すでにもうある原発って原発の爆発リスクは一緒なんですよ。稼働させようと稼働させまいと。なのでじゃあもう原発動かしゃいいんじゃねえのっていう派閥と、どんなことがあっても原発を稼働するべきではないっていう反対派もいるので、稼働させたら反対派からも文句を食らうしっていうのもあるので、何もしない検討中、要は検討中って言っておくと原発賛成派も、あ検討してくれてるんだよかったで、反対派から見ると原発動いてないから OK みたいなので、とりあえず何もしないのが実は一番支持率が下がらないっていうので、岸田さんは何もしないっていうのをずっと選んでる。なんでそういう意味では支持率が下がらないものを選ぶというのをずっとこう八方美人として頑張ってやってらっしゃるので、なのでまあ想定通りっちゃ想定通りかなと思いますけど。